日経ヘルスビューティーミューズ大賞2014女優の水木有沙さんです。大きな拍手でお迎えください。そうですね、このビューティーミューズ大賞、はい、今年から設立された賞ですよね。それの初代こういうふうに選んでいただけて本当に光栄に思っています。今後もですね、こうやって女性の皆さんに憧れるような存在になっていけるように、日々美を磨いていきたいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。私は割とですね、ダラダラしてる時とちゃんとやる時とっていうのをすごく分けてるんですね。で、すごく、役作りとか、ちょっと太ってきちゃったなっていう時になるとガーッとジムに行ったりとか、その時にこう流行っているトレーニング方法とかをすぐ試し、とにかく 2,3 週間ぐらいガーッと通い詰めて体重を落とすんです。もう本当に人の力に頼るっていうかですね、本当にトレーニングをしてくださる方とか、エステに行ったりとかして、その期日までにグッと締めるっていうことをしてます。なのでその分ダラダラするときは本当にダラダラしちゃうっていう感じで、ひたすらだからそうやって期日を多分私の場合決めてもらわないとひたすらダラダラして終わってしまうと思うんですよね。だからなんか何かしらこう期日を決めてこの日までにちょっと痩せていたいとか、この時にどこどこにお出かけするからそれまでにちょっと痩せたいとか、何かそういう期日を設けるとそこの日までにこうガーッと頑張れるんじゃないかなと思うんですけど。ダイエットの時もですね、お肉はやっぱり取った方がいいですね。動物性の油はね、絶対に取っとかないと顔とかがすごくカッサカサになるんですよね。なので割とみんな野菜を中心にしすぎて本当に油を取らなくなっちゃうと本当に年齢とともにますます顔がカサカサになったりとかしてですね、これは気をつけなくちゃいけないなという感じがするので、ダイエットをしている中でもなんか今日お肉すごい食べたいなとか体が欲すると思うんですよ。その時はお肉をすごくたくさん食べなくてもいいんです。ちょっと だけでもいいんですけど、お肉はやっぱり取ると次の日肌が全然違うんですね。つるんとするんですよね。私は乾燥肌なので、とにかく乾燥させないようにするということと、なのでお風呂上がりとかまだその水気が残っている時に化粧水とかクリームとかを塗りますね。塗りたくって乾燥を防ぐっていうのと、あとメイク前にちょっとこうスチームのシャーという最近すごく流行ってるやつをやったりしてます。なんでしょうね、なんかあまり完璧を求めすぎないっていうこともいいですね。私なんかどこかで自分の中で自分もこんなもんかみたいなところでででも今回、何でしょうね、何かをやってね、失敗した、ダイエットでもいいんですけど美容法でもいいんですけど、そういうものを失敗したなと思っても次があるさみたいな、ちょっとこう楽観的に生きていくっていう、それがなんかすごく女性に必要なんじゃないかなと思います。女性はほら愛嬌とも言いますし、なんかどこかそういう楽観的な部分みたいなのを持って日々お仕事とかプライベート恋愛でもそうですし、そうやって過ごしていくっていうのがすごくなんか女性には大事なんじゃないかなって。自分を追い詰めないで許すこともそうそう許すっていうことがなんか大事だなっていうふうに思います。あんまり自分を追い込みすぎるのもなんか苦しくなってきちゃうじゃないですか。だからなんか自分をこう適当にこう許しながら、なんかこう自分の気持ちいい時間を過ごしながらなんかやっていけたら素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますけど。はい。